で日本シリーズ第5戦ということでヤクルトがこう大手がかかった、はい、戦ですけど東京ドームでは、えー、ラストということでヤクルトが、えー、日本シリーズを聖地のかはたまた、えー、オリックスバファローがここを、ねえー、何とか乗り切って神戸に持ち込むのかというところでね、えー、選抜投手が、えー、山崎幸也投手と原樹里投手ということで、まあ、やはりこれもお互いのピッチャーが良すぎて、まあ、なかなか点が取れないんじゃないかというところでね であの両投手も無支給だったんですよね、えー、非常にこう請求力がよくて、えーまあえー、いいピッチングができてたのかなというところで、まあ、これで言うのであれば、ちょっと中継ぎというところに、ちょっとしたミスが生まれてしまったのかなというところで、でヤクルトは、ね、効率よく中継ぎ、原樹投手がマウンドを降りてから、えー、中継ぎ陣が全員失点してしまっているということで、まあ、ちょっとここでの違いが、まあ、およそ生まれてしまったのかなということでね。 でまあ、オリックスがすればちょっとヒインス投手が、ねえー、まさかの大誤算ということだったわけなんですけど1、まあ、試合1試合振り返っていきたいと思うんですけどね、えー、先制したのはヤクルトです、えー、オスナ選手ノーアウト3塁1塁という状況ですね、えー、ダブルプレーではありますけど3塁ランナーがー帰ってきてヤクルトは先制しますしかし4回ですね オリックスの3番屋は、えー、青学コンビ、えー、吉田正隆選手が塁に出て、杉本雄太郎選手が、ねえー、タイムリーで、えー、同点に追いつくということで、まあ、この青学コンビが打たないと、やっぱこのチームの士気っていうのは高まらないですよね。えー、これで打線に、えー、オリックス陣にはちょっと火がついたという感じですよね。同化戦に引着したって感じです。 ヤクルトはい村上選手のホームランで勝ち越しに成功するということでちょっと嫌な雰囲気が流れたんですけど6回に、えー、ツーアウト2塁1塁から T 岡田選手割とねあの今回の日本シリーズ T 岡田選手のバットは締め気気気味だったんですけども、まあ、なんとなく消去法的な5番バッターという感じだったんですよね。 ただ、ここで T 岡田選手が結果を残します、えー。ワンボールワンストレックのライトへの同点タイムリーヒットということでね。まあ、ちょっと、えー、杉本選手はね、えー、ちょっと遊んでしまってね、えー、暴走気味のアウト、暴走でアウトということになっちゃったわけなんですけども、ここで追いついたっていうのはね、えー、オリックスとってはいい流れに持ち込めたというところもありまして、えー、その次の7回には大田選手のタイムリーヒットで勝ち越し、さらには、えー、大田打萌選手のタイムリーヒットということでね、えー、ラインの契約を勝ち取ったという内定式になったわけですけどね。 そして8回にはね、伏見トライ選手とね、えー、貴重な追加点となる、えー、タイムリ、えーで3点差に広げるんですけどね、えー。しかし、ヒギンス投手がここでまさかの誤算なんですよね。えー、1番の塩見選手にフォアボール。そして 2, 2番の青木選手にもね、えー、フォアボールと、えー。ちょっとボールがなかなか先行しちゃって、えー、ストライクがなかなか入らないような状況で、山田選手にね、3ーボール1ストライクからというところでね、 ストライクに放じた球が山田選手が、ね、見事に弾き返し今回の日本シリーズ山田選手の、ね、バットが火曜に響いてなかったんですけどここでその山田選手を解答するようなこう一撃レフトサードに放り込む完璧なスリーランホームランでヤクルトは、ね、同点に追いつくわけですねここまで、ね、山田選手の、ね、バッティングはあまりちょっと、ね、出てなくて えー、ちょっとどうなのかなというところではあったんですけど、この山田選手のバッティングというのは、やはりヤクルトのね、えー、今年のやはり鍵を握ってたのかなというところなんですけどね。まあ、今場所って、今回の日本シリーズで言うと、まあ、オリックスの三山そしてヤクルトの34番が、えー、機能するかどうかっていうところでね、まあ、ここでやっとね、ヤクルトの34番があ、しっかり機能してきたというところでね、 あのー、まあ、山田なしでね、ここまでヤクルトはこう勝ってきたっていうところではこうあるんですけども、ここで山田選手に一発が出たっていうのはね、本人的にもちょっとね、えー、楽になったっていう感じではないでしょうか。そして9回にはね、マウンド、マクガフ投手が上がるわけですね。えー、1戦目で、ね、マクガフ投手がね、21球投じて、えー、結果的に1つのアウトも取れず、えー、逆転サヨナラ負けをね、喫してしまったというね、えー、いうところから、えー、その後、1戦置いて、 えー、東京ドームに移ってからはねしっかりこう2セーブ、ちょっと劇場型というところでランナーは出しつつも、えー、無失点で切り抜けるピッチングというところがありました。で今回もねちょっとマクが不劇場というところまではいかないんですよね。代、え、打、ー、ダダで出てきましたアダム・ジョーンズ選手、これは本物でしたね。えー、これ ライト、レフトスタンドに放り込むホームランということで、ここだけなぜかジャウンズ選手がね、全盛期で来日してきたっていうのはね、これが非常に見事だったかなというところで、ただその前にね、山岡選手の復活劇、あれは見事でしたね。復活してから、まあ一つのフォアボールを与えるというシーンはあったんですけども、ただ、えー、しっかりその、 えー、ヒギンス投手がやらかしてしまった分というのは、えー、後続のバットをしっかりこう打ち取ったっていうところはこうありました。で、ジョーンズ選手がね、えー、ここで救世主になるということで、ヒギンス選手をね、ヒギンス投手をこう救ってくれた一撃になったんじゃないかなと思います。まあ、これぞ本物のメジャーリーガーといった感じじゃないでしょうかということでね、えー、まさかの日本シリーズは、あ、第6戦。 第六戦はね、山本義信投手がマウンドに上がると中島監督はね、命言しております。それでヤクルトはね、投手王国ということもございまして、えー、高梨投手がね、ま、あの、一応登場予定ということで、で、もう一人先発候補として金久保投手もね、えー、いますので、その金久保投手がね、どこで出てくるのかっていうのも非常にこう注目どころなんじゃないかなと、個人的には思いますね。えー、ということで、えー、オリックスに関して言うのであれば、竹安投手がね、えー、まだちょっと名前は上がってなかったんで、えー、そういったところもね、 まあ見ていく必要があるのかなというところで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。